皆さん、こんにちは。今回は、素材解説ではなく、錬金と不樹によるスキル強化の違い、に関して一部まとめてみたいと思います。前回までの素材解説の中で、何度か、〇〇スキルの強化、という錬金効果があったのですが、よくよく調べてみると、効果の説明が錬金ポーションによるものと、エンチャント装備によるものが、スキルの強化、という言い回しという点で同じなのにもかかわらず、実際の効果はかなり違ったものであることが分かったので、スキル強化関連をまとめておきたいと思いました。まずは、錬金ポーションあるいは錬金素材を直接摂取した際の効果とエンチャント装備での効果が明らかに異なるものから始めたいと思います。破壊魔法、召喚魔法といった魔法分野に関しての、〇〇魔法の強化、という効果というものです。どの分野魔法もエンチャント防具派、各分野魔法の間近消費を軽減させる効果となっているのですが、錬金ポーションでの効果派、分野魔法によって異なってくるので、解説してみます。まず、変性魔法です。錬金ポーションによる、変性魔法スキルの強化とは、魔法の効果時間を伸ばす効果です。エンチャントによる、変性魔法スキルの強化とは、変性魔法の消費間近の低減です。召喚魔法派、錬金ポーションによる、召喚魔法スキルの強化とは、召喚した精霊などの効果時間を伸ばす効果です。エンチャントによる、召喚魔法スキルの強化とは、召喚魔法の消費間近の低減です。破壊魔法派、錬金ポーションによる、破壊魔法スキルの強化とは、破壊魔法の威力を増強させる効果です。エンチャントによる、破壊魔法スキルの強化とは、破壊魔法の消費間近の低減です。幻影魔法派、錬金ポーションによる、幻影魔法スキルの強化とは、効果のある敵レベルの範囲を広げる効果です。例えば、レベル15までの敵に効力がある幻影魔法派、錬金ポーションを飲むことにより、レベル20の敵まで効果範囲が及ぶようになります。エンチャントによる、幻影魔法スキルの強化とは、幻影魔法の消費間近の低減です。治癒魔法派、錬金ポーションによる、治癒魔法スキルの強化とは、治癒魔法の威力を増強させる効果です。エンチャントによる、治癒魔法スキルの強化とは、治癒魔法の消費間近の低減です。こうしてまとめてみると、エンチャント装備の方に、各分野魔法の錬金ポーションでの効果が見込めるものが欲しくなってきます。CK の方で、理論的にはポーション効果もエンチャントに変換できるはずなので、試してみようと思いますが、もし実現したら、破壊魔法威力100倍のエンチャント装備などもエンチャントのスキルレベル次第では出来上がりそうで怖いです。もしかしたら、ベゼズダがあえて、分野魔法に関して、ポーション効果をエンチャントに反映しなかったのは、そういったオーバーパワーを懸念していたからかもしれませんね。ここで、ちょっと検証というか、お遊びです。CK にて、各分野魔法の錬金ポーションの効果とエンチャント効果の両方を持った防具を作ってみたので、サンプル品を紹介してみたいと思います。サンプル品なので、効果が顕著に見られるように、効果の内容は強めにしました。サンプル品は、破壊魔法スキルの強化のローブであり、錬金ポーションの効果である破壊魔法の威力強化 1000% を付与したものです。破壊魔法の威力 1000% というと、通常の威力の10倍というものです。威力10倍となると、初期に付与されているフレーム、フロストバイト、スパーク、といったもので、野党や狼派元より、ドラゴンも、比較的容易に討伐できます。もっとも、まだ、キャラのレベルが10程度なので、ヘルスの高い敵自体、それほど多く出現しないのですが、巨人との戦闘も考えたのですが、初期の破壊魔法で削っている最中に、棍棒の一撃でやられてしまうので動画らしい動画が撮れませんでした。魔法威力10倍とは言っても、物理防御派レベル10程度の装備なので、巨人を倒す前に、こちらが一撃です。今回のサンプル品派、錬金ポーションの効果をエンチャントへ変換できないか、という実験なので、
変換可能ということが分かったところで、結果には満足です。というのは、エンチャント可能、ということは、このエンチャント効果を持つ防具のエンチャント解除して、プレイヤー側のエンチャント項目に追加されれば、エンチャントのスキルに準じて、魔法威力や魔法継続時間を増強させる防具を作ることができるからです。分野魔法関連の錬金効果とエンチャント効果の違いは以上です。私の妙な実験を挟んだために、タイトル趣旨からずれてしまいましたが、本題に戻りたいと思います。次は、クラフト系スキルについての錬金ポーションとエンチャント装備による違いです。と言っても、クラフト系スキルに関しては、少し特殊な感じです。説明した方が早いと思うので、解説に行きます。まずは、家事スキルです。錬金ポーションによる、家事スキルの強化とは、家事による武器防具の強化の度合いを一定時間上昇させる効果です。エンチャントによる、家事スキルの強化とは、家事による武器防具の強化の度合いを制限時間なしに上昇させる効果です。次に、錬金スキルです。錬金スキルの強化に関しては、エンチャント装備しかバニラでは存在しておらず、錬金ポーション派内です。でも、バニラで錬金スキル強化の効果を持つポーションを生成できたような記憶があるのは私だけですかね。次に、エンチャントスキルこと、腐樹スキルです。腐樹スキルの強化に関しては、錬金ポーションあるいは素材しか存在せず、エンチャント装備は存在しないです。分野魔法の時と同様に、錬金効果からエンチャへの変換をして、腐樹スキル強化のエンチャ装備を作成しようとしたのですが、動画更新などの兼ね合いで時間がなかったので、後日、何かしらの形で、報告しようと思います。クラフト系スキル強化派、ポーションであると時間制限があり、超錬金などでもわかるように、ハラハラドキドキしながらクラフトしなければならないので、できれば、家事にしても、錬金にしても、腐樹にしてもスキル強化のエンチャが付与された装備があると、時間に縛られずにクラフトできるので良いかもしれませんね。今回は、ここまでとなります。ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを。